ということで、日刊生放送始まりました。夕焼け小焼けで日が暮れてて、なんかねコード間違えちゃいましたね。私の日刊生放送はもう全てにおいて今私がこれをしたいということをやると。だからすなわちそれは何を意味しているかというと、私は今夕焼け小焼けで日が暮れてを歌いたいなと思ってですね、実は目の前にこうコードがありまして、弾きましょうかね。うまい下手は別としても日刊生放送ですからいいじゃないですか。まだね夕暮れには早いですよね。1時間ほど早撮りの夕暮れですね。 C から夕なってくるとね、昔の歌っていいな。なんか2番が載ってるな。子供が帰った後からはまるい大きなお月様、小鳥が夢を見る頃は空にはきらきら金の星。次何言うとおっか、あんまりね、著作権に引っかからないことがですね、ヤシの実とかね、ヤシの実が急に歌いたくなりました。今便利な時代でね、ヤシの実コードとかって言うと大体出てくるんですよ。ヤシの実のコードとかね。それからもちろんのことながら、今流行りの曲のコードも出てくる。だからね、中島みゆきの歌とか中村雅俊の歌とかそういうのを歌ったって言ったけど、だからなんか最近ね著作権がうるさいのがね、なんか嫌なのがね、著作権が引っかかって YouTube の方にアップできませんとかね、ちょっとうるさいこと言い過ぎじゃないかなと思うけどね。なもしなもしらぬ沖島より Thank you.
りそうね、確かにこれ、あの私割合ね、あの文語体っていうか昔の童謡唱歌って文語体で書かれた歌ってあるじゃないですか。割合その文語体の言葉ってね、口語で出ない趣がすごくあるな。今ヤシの実って歌ったんですけど、名も知らぬ遠き島より流れ夜ヤシの実一つね。こう昔の歌はいいですよね。なんかこうイマジネーションをかきたてるっていうか、あの名も知らぬ遠き島ですよね、海岸にヤシの実が流れ着いてきてたね。こんなヤシなんて実ってるのはどこの島なんだろうかね、南のモルジブかもしれないっていうことですよね。うん、名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実一つ。だから人間のイマジネーションって素晴らしいですよね。海岸を歩いてたらヤシの実が流れ着いてた、なんか転がってたね。全然このなんていうか仕心も歌心もない人がね、好奇心が全然ないような人が見たら何にもこの目につきもしないでしょうね。あ、ヤシの実、何や、あの丸いの何や、うん、それで終わりですよ。ところがこの詩人、これ誰が作ったんですかね。ヤシの実の作詞者ってちょっと意識してなかったんだけど、ヤシの木の作詞者ね、作詞だから、なんかこの年を取ってきますとね、なんかいろんなことを思うわけですよ。ヤシの実の作、島崎藤村だよ。島崎藤村、島崎藤村といえば他にどんな作品があるかっていうことにね、行くわけですよね。島崎藤村つながりに何か行くかもしれないね。島崎藤村、あとあのメガネとか、ふるさと、幼物語、幸福、ヤシの実に載ってないんだよね。ヤシの実は島崎藤村が執筆した詩である。それに大中トラジが、大中トラジっていうのもね、なかなかそういう世界では有名な方なんですよ。大中トラ、トラが2匹いるトラジ。あのキリスト教の系統の人だったかもしれないね、大中トラジ。で、大中トラジの師匠って誰ですか。ああ、霊南坂教会のオルガニストだった人なんだ。やっぱりクリスチャンの人なんだね。島崎藤村がこんな詩を作りましてね、どんな詩かというと、名も知らぬ遠き島より、流れ寄るヤシの実一つです。名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実一つ。なんかこの詩を何回もこう口にね、なじませるというか、名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実一つ、それだけでこう歌心がくすぐられるって、そういう感じがするじゃないですか。俺も年になったかなっていう感じね。ふるさとの岸を離れて、なれはそも波に幾月。なれっていうのはヤシの実さんにあなたって言ってるんですね。あなたは、なれは、なれはそもね、そもそも波の上に何ヶ月漂ってきたんですか。この辺が島崎藤村もやっぱり作る時にいろいろ考えたんでしょうね。
3年も4年も流されてきたんではないだろうと。それだったら、なればそも波に行くとせとか、波に行く年って言うでしょうけど、そう言わないで行く月って言ってるところにね、やっぱり詩人も2年も3年も漂ってきたんじゃないだろうな。だからそうすると、こう自分が島崎藤村が船に乗って旅をしたことがあるかどうか分かりませんけど、この頃はまだ飛行機なかったんじゃない、飛行機なかったんじゃない、船に乗って、だけど大きな船に乗って豪華な客船なんかもできていてね、タイタニック号なんかその一つだったわけですけども、まあ沈まなかった船もたくさんあるわけで、旅客船に乗ってヨーロッパとかアメリカとか日本も明治の開国をしてですね、外国に行く、船に乗っていく、それが1ヶ月も2ヶ月もかかっていく。だからこのヤシの実が流れ着いてくるのも何ヶ月もかかったんだろうね。なればそも波に幾月ふるさとの岸を離れて。だからこの明治大正時代ということにならなかったら絶対作られなかった日本の歌ですよね。だって日本は鎖国してたんだからね。船はもちろんありまして、その海戦っていうんですか、日本列島の周りをぐる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 ね、ご商売の船が回って、ここでこれ積んで、ここで醤油を下ろして、今度はみかんを積んでみたいなね。だけどその政府の方針で、日本の国外に行ってはいけません。そのために、その司馬遼太郎が書いてたのかな、その船が沈みにくくするためには、こう樽のように、要するに甲板を作ればそこに水が入らないわけじゃないですか。ところが日本の船というのはそういうふうに作ることを許されていない、ね、遠くに行けないように、船の構造も外国まで行けるような船そのものを作ってはいけない、それはご法度である、そういう世の中から遠くに行ける船というものができてですね、しかも帆船だけじゃなくって蒸気船とかそういうものができて、アメリカとかヨーロッパに要航する、そういうところに行くということは、すなわち文化を取りに行く、ね、文化を学びに行く、そういうことを意味していたわけですから、このヤシの実の歌ということをこうね、口ずさみまた歌うときにね、名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実一つ、名も知らぬ遠き島ですよ。ですからまあこの歌の場合はヨーロッパとかアメリカではなくって、島であって、もっとなんていうかね、エキゾチズムっていうか、で日本はアメリカとかヨーロッパとかからそういうことを学んだのか、日本人も新しい土地に行って、でもそれがもっと平和にね、世界中にはいろんな文化があるんだから、いろんな文化、いろんな国、いろんな言語の人たちが助け合って生きようよって、そういう路線ね。だから大正時代なんかはそういう路線だったんじゃないですか、大正ロマン主義っていうような時代。ところが昭和に入ってどうも国の舵取りがうまくいかない、まさに今の日本の状況を重ねて考えてしまうわけですけども、じゃあ軍事費を、増やして、戦争を起こして、先制攻撃して、それで何かを得ようっていうようなね。だから今の方がもし戦争を始めちゃったりしたら、もっとひどいでしょうよ、もっとひどいことになるでしょうよ。いや、この間は第二次世界大戦の時はアメリカと戦争して負けたから、今度はアメリカが肩についてるから、アメリカがいろいろやってくれるだろうし、食べ物とか物資もくれるだろうから大丈夫なんじゃねとかって、ひょっとしたらそういうふうに考えてるのかもしれない。そういう面もあると思うけど、やっぱり愚かですよね。戦争を始めてしまうということにおいて、
もうなかなか後戻りができない、止めることができない。今ねマイナンバーカードとか何とかかんとかってね、保険証をなしにしてマイナンバーカードにします、もうやめたらいいんじゃない。うん。それから大阪万博、それやった跡地にカジノって、これもいろんな問題が、心ある人はずっとなんか起こるぞ、問題が起こるぞって思ってたのが実際出てきました。だけどもう絶対やめます、もうこの計画はもう現実性がなくなったからやめますって言わないって。東京オリンピックもそうでしたよ。日本の国ってなんでこんなところが愚かなのかな、これはもうダメだと思ったらね、やめたらいいじゃない。始めたことだってやめることができるわけですよ。日本人って日本人、まあ日本の政府でも今の政府を許しているのは多くの日本人なんだから、やっぱり間違ったことをやってきたなと思ったら、そのやめるね、方向を変える、方向を変えるように努力するね、そういうことができるように日本人は脱皮していかないといけないんですよね。で、大中トラジさん、この作詞した人、やっぱクリスチャンですよね、クリスチャンだからいい歌を歌う作るって身びいきではないけど、やっぱり視野が広いっていうかね、名も知らぬ遠き島より流れ寄るヤシの実一つ、この島ね、見知らぬ島、どこかの島、外国から流れてきたこの島、だから大中トラジさんの頭の中ではそういう島の人と仲良くしたいね、文化を結びたい、協力して生きていきたい、そういうスピリットがたっぷりあったと思いますよ。もうそんな国に攻め込んで自分たちの植民地にしていこう、占領していこうなんていう考え方は大中トラジさんはねなかったと思いますよ。それでこのこういう歌ができるわけだ。ふるさとの岸を離れてなれはそも波に幾月ね、日本人の優秀な国の未来をね考える人、憂える人、若い人、勇気のある人が留学してですね、船に乗って何ヶ月もかけてね、見知らぬ国に行って、今のようにインターネットもありませんよ、文献すらまともにありませんよ、そこに飛び込んでいって、多少は This is a pen って勉強していったにしてもね、全く異国の言葉を勉強して、そこから専門分野を獲得してね、そういうふうに日本っていうのはこう外国からいろんなものを教えてもらって発展してきた日本人はそれをよく知ってるわけですよ。鎖国の前にもいろんなものを日本の外のいろんな国からいろんな文化から受けたわけだ。鎖国の最中でさえも文化の輸入っていうのは行われてたわけで、自分たちの国だけで完結して、自分たちの国だけでね生きていけやしないんですよね。このヤシの実の歌からそういうことをねいろいろ連想してしまいました。2番はね、元の木は老いや茂れる、枝はなお影をやなせる。これこう流れてきたヤシの木の元の木っていうのがあったわけじゃないですか。そのヤシが実っていた、ついていたヤシの木っていうのがあって、でそもそもその元のヤシの木ねは老いや茂れるね、まだこう茂ってるんですか、まだしっかり生えてて茂ってるんですか。まあちょっとこれ突っ込み出したらね、岸を離れて波に幾月、そんな何ヶ月で変えたりってないんじゃないって、そこが詩人の世界ですよ。いろいろと心がポーンポーンって飛ぶわけだね、波に何ヶ月も漂ってきたのかね、ね、
あんたがそのもともとそこになっていたというか、ぶら下がっていたというか、ついていたヤシの木はまだね元気でおるんか。だからそうね、今私の頭にふっと連想したのは、やっぱりあんたのお父さんとかお母さんとかおじいさんとかおばあさんとかは元気にしていらっしゃるんですか。まあそういうのに近い気持ちを大中トラジは持ったんじゃないかな。ヤシの木にお父さんお母さんもあるまいてって思うだろうけども、まあいろんな文化、全然異なる文化ね、明治時代になって、まあ日本は結構日本の国の中で多様性があった、その藩によって地域によって全然異なる文化っていうのを紡いできた、そこが日本の強さだっていうことをね、あの司馬太郎さんも見抜いて言ってますけども、また全然日本と違う文化があるんだということをね、日本人が知って、そういう人たちと、だからそういう中にボーリズっていうような人も来てですね。で、ボーリズがやっぱりその友達を作ったわけだ。そうね、そういうことをすごく最近強く感じるようになりました。ボーリズ外国人と思ってたけど、もっとなんかな、日本の文化に、外国人であるがゆえに大きな貢献をしてくれた、日本の文化を豊かなものにするそういう働きをしてくれたっていうことをね、もっともっとなんかね強く感じるようになりました。最近ね、Facebook に池間くんっていうね、早くで亡くなっちゃった、若くで死んでしまった大事な友達の話、彼はモルジブという全く文化の異なる南の島に行って、20代の時に音楽の先生として、まあ高校生ぐらいの人たちに教えたわけだ。それで彼らの Facebook をね発見した。そしたら池間くんだとか、あとスリランカのクリスチャンの人たちが来てくれてたみたいですね。あの頃の学校教育は最高だったね。でそこに写真がついてて、その生徒たちがね劇をしてるわけですよ。西洋の衣装を着てね、でその表情のなんとこう楽しそうなことかね、自分の文化だけに凝り固まってるんじゃなくって、こういう演劇っていうのがあるんだ、こういう人生の楽しみがあるんだ、で音楽っていうものね、で池間くんはモルジブの人たちにモルジブの地元の民族音楽、それを彼は採譜して五線譜に起こして、これをベースに君たちの文化を作っていったらどうかね。ですから私この話好きな話ですから、大事な話だと思うから何回も言いますけど、 BTS じゃベルリン、とにかく世界中の旅行業者が集まる見本市ね、もう一年に一回開かれる大きなお祭りですよ、旅行業者の間の。うん、世界中からね、もうあらゆるものを見尽くした人々がやってきてね、そういう中でオープニングの大ステージ、モルジブの人たちがオーディションやったんですよ。オーディション18歳以上だったかな、誰でもね、ドイツのベルリンに行きたいものは来たれっちゅうて。で、このオーディションにはね、特色があってね、年は60歳まで、上の方の制限はないわけよ。若い方の制限はあるんだけど、だから、オーディションには年よりも参加してて、あの素晴らしい踊りをね、ダンスをね、年よりも一緒に踊ってるわけだ。そのことを思い出すたびにね、ものすごくね、何回でもやっぱり感動するわけですよ。うん、今日はその動画は見ませんけども、あの若い人も年寄りもね、むしろその年寄りが本当に漁師として鍛えられた体ですよね。もう彼がセンターを取って若い人たちで、モルジブっていう国は結構島国なんだけど、アフリカの方の文化、インドの方の文化ね、それから
東アジアの文化なんかも入って民族的にも多様性があるんですよね。今はモスレム国っていうことになってますけども、そういうところで育まれた音楽だから、そういういろんなこう多様性で、中には障害者の人もね歌っておられましたね。でその方のお母さんがダイバーみたいで、インストラクターみたいで、女性のインストラクター、すごいカリスマ的なインストラクターみたいですね。だからどうも彼女は池間くんがね、自分たちが若い頃に音楽の先生として来てくれて、ものすごく影響を受けたみたい、心の深いところにね。ひょっとしたらタイミング的に障害を持った子供が生まれて、足の短い子供が生まれて、池間くんに相談したかもしれない、そういうイマジネーションが湧くぐらいですよ。それで相手はもうイスラム国ですから、迷惑をかけることはできませんから、まあ、表立ってはね、やり取りすることはできませんけど、本当にこの、なんていうかな、包み込むようにお互いにやり取りしてね、その彼女の中に池間君から受け取った自分は自分でいいんだね、自分が自分であるということ、もうそれこと、そのことだけで素晴らしいんだ。そうだったら他の人より自分が上だ、下だ、なんていうことはね、全く意味がないんだ。それがとってもことな、大事なことなんだ。そして付け加えて言うならば、そういうこう気づき、ね、私がそんなことが分かってるというのは、あなたたちっていうのは、池間くんと、その仲間っていうことは日本のクリスチャンである私たちですよ。のアキーダ、アキーダって何かというと信仰っていうことですよ。非常に大切にしている信仰ね。それが私にそれを教えてくれたんですね。私が私でありさえすればそれでいい、人と比べる必要なんてない、そういうふうにいろんなこう言葉も違う、文化も違う、いろんな環境も違う、宗教すらも違う、そういう人たちが出会ってね、良いものを与え合っていく。池間くんは森島の人たちにそれをしたね。そしてこのヤシの実の歌ですよ。島崎藤村じゃなくって、ちょっと待ってよ、そう、大中トラジは作曲したんだよね。作曲、ちょっと私間違えて言いましたけど、なんだか教会のね、信徒ですよ、オルガニストですよ。そして島崎藤村がこのヤシの実を作って、大中トラジに曲をつけてくれ、ね、で今も歌われている、世代を超えていい歌っていうのはね、元の木は老いや茂れる、あなたのお父様やお母様や、またおじい様やおばあ様も元気にしてらっしゃるんですかっていうような気持ちね。枝はなお影をやなせるね、そのヤシの枝は今も影をやなせるね、影を作って、結局ヤシの実が生えてるようなところで影ができるって何かというと、その下で人はね憩うことができるわけですよ。人生そのものが砂漠であるね、もう灼熱の太陽が容赦なく照らしてくる、そこにその影の下に座って憩うことができるね、人間もそういう人間っているわけですよ。その影に座れば休むことができる、心が安らぐことができるね、あなたのような人であるならば、あなたのお父さんやお母さん、おじいさんおばあさんもそういう人だったんでしょうね。その枝の影の下でね、影をやなせる人々は休んでいるんじゃないですか、憩っているんじゃないですか。3番があったね。身を取りて胸にあつれば、新たなり流離の
ことでね、この流れてきたヤシの実を取って胸にぐっと抱きしめてみるわけだ。実を取りて胸にあつれば、やっぱり詩人って言葉を大事にしてますよね。本当に実を取りて胸にあつれば、あてればっていうことですよ。だから抱きしめれば、それを実を取りて抱きしめればって言わないで、胸にあつればっていうのがね、奥ゆかしいじゃない。奥ゆかしいじゃない。新たなり流離の憂い。ここに来てね、この詩人はどういう気持ちでこの歌を作ったか、これまで私がイマジネーションを働かせて言ってきたようなこともあるけど、流離の憂い、流れて離れる憂い、だから自分自身がこのヤシの実のように、遠いところに違う文化のところに行って、一人ポツンと流れてきたヤシのようなね、そういう思い、っていうことをこの詩人は島崎藤村がそれが湧いたわけでしょうね。新たなり流離の憂い、だから今こういう境遇に自分はいるんですよっていう、そういう思いの中での歌かもしれないね。この歌をどういう背景で島崎藤村に作ったかってリサーチしてないので分かりませんけど、気持ちは絶対そうですよ。もう自分が遠い文化も異なる、ね、見たこともない人に会い、見たこともない酒を汲むって、中島みゆきの歌じゃないけど、ね、その全然自分と違う文化の中にポツンと、ね、だけど一期一会なんですよ。一期一会の儚さ辛さ人恋しさにをなんだっけ震わせる、忘れないよと、タララ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 、忘れちゃいましたね。すごくいい歌なんだけどね、歌詞をしっかり覚えてないという。この歌もね、いい歌だからね、また歌いたいと思うんですけど、だから一期一会の世界ですよね。遠い外国にやってきて、ね、知らない人に会って、だけどその出会いがどんなに重くて大事な出会いか、それはずっと続いていく出会いかもしれないし、ひょっとしたらもう一生の間もう会わない、そういう出会いかもしれなくっても、人間ってすごくやっぱり影響を受けるっていうことですよ。そういう気分になるね、またそういう尊いものが与えられる経験ではあるけども、やっぱりもうずっと住み慣れてね、もう慣れ尽くしたところを離れてね、身を取りて胸にあつれば、新たなり流離の思い、流れて離れている憂いですよ。やっぱり喜びというよりね、海の日の沈もうを見れば、ね、海に夕日が沈んでいくわけだ。大きな夕日が、海の日の沈もうを見れば、たげりよつ異教の涙。もうここで異教っていう言葉が出てきますから、もう外国に行ったような境遇のことを歌ってるんだなっていうのがわかるわけですね。なんかむちゃくちゃ取り留めのない歌を歌ってしまいましたね。夕焼け小焼けで日が暮れてが歌いたいなと思って、その次はヤシの実が歌いたいな。作曲者は島崎藤村。島崎藤村さんがどんな気持ちで詩人としてこの歌を作ったかっていうのを、私なりになんか想像力がパン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 勝手に働いて、語ってしまいました。私の一貫生放送。そしてこれに曲をつけたのが大中トラジ。大中トラジは霊南坂教会のね、オルガニスト、クリスチャンの人ですよ。やっぱり日本においてね、クリスチャンっていうのはやっぱり大事な役割を果たしてきた、こういう人々の心に安らぎとかね、平和とかね、あるいは世界が仲良くやっていきましょうっていうようなことをね、
やっぱり伝えるそういう生き方っていうことをしていく、そういう役割をしてきたんだな。私も今回コロナでね、死に損なってね、すごいそういうことをね、考えさせられてるっていうことですね。それではお聞きになってるあなたに、天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、今日の日刊生放送に失礼します。7時はね、今日はありません。親にコロナを移すといけませんので、今日の7時はやりません。でコメント欄がリハビリ帰りのバスの中とかね、そういう感じで、ほのぼのミッチーライフ、ほのぼのミッチーライフということでございました。ありがとうございました。お聞きいただいて誠にありがとうございます。また明日。